はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。ヒントに来たばかりのカズマックスでございます。これからね、この新しい部屋を新スタジオとして、作り変えるために、何日かかけてね、このまず壁から、手を加えていこうと思っております。まあ、前の家ではね、かなりレンガを、全体に貼ったりだとか、コーヒーの棚ですねとかもなんかこういう感じの棚をドーンと置いてコーヒーの器具並べたりだとかいろいろやったんですけど、まだ本当にここ何もないんで、1から0から組み上げていきたいと思います。この、広さが嬉しいですね。こんだけ広いとやりがいがあるな。今までね、コーヒー器具飾ろうと思っても飾れなかったね。あの棚しかなかったのよ。いや、もうやりたい放題できる。声がね、まだ響いてるくらい物が本当にないんで、よし、じゃあこれから、増やしていこうと思います。はい、というわけで早速やっていきます。まずこの壁なんですけど、前の家は全面にレンガを張ってました。だけどね、前からね、レンガうざったいなと思ったんですよね。レンガおしゃれなんだけど、あんまり全面にバーッと張りすぎると、まあレンガレンガしてちょっとうざったい感じがするので、今回はせっかくね、このお家、横のラインがこう木製のやつが引っ張ってあるんで、まあ、これを生かして、半々にしようかと。要は下半分をレンガ、上半分をなんかこう壁紙を貼ろうかと思っております。で、今日は1日目、まず、前の家からね、持ってきたのと追加した分といっぱいレンガがあるんで、ここに貼っていきたいと思います。でですね、まず壁に貼るために、この両面テープ、強いやつですね、付属のやつをこの壁に貼っていくんですけど、前の家ではこのマスキングテープを使って壁を保護していました。でも退去するときとかに強いテープで貼ってしまうと、剥がすとき、ベリッとね、剥がれてしまうこともあるので、それを防止するためにと言って、前回はテープを貼ったと思うんですけど、ですね、僕5年あの家に住んでました。で、最後剥がすとき、まあ、確かにあのマスキングテープでベリベリって剥がれたんですけど、ちょっとね、あの、あったかいところというか、エアコンにすごく近いで、上の方、さらに南側、部屋の一番暑くなるところですね、のところのね、テープがね、なんか変質、多分熱で変質してしまって、ちょっと粘着力というか、あと黄色いのも微妙に残っちゃったんですよ。ただまあ、どっちにしても5年間住んだんでね、結局壁紙は張り替えなきゃいけないからということで、まあ、あの、最低修繕費というか、本当に最低限の値段で済んだんですけど、まあ、今回どうしようかと。まあ、多分ね、この家に長く住むことになるだろうし、結局また壁紙張り替える気がするから、正直これ貼らんでもいいかなと思ってるんですよね、今。で、プラス、この両面テープの貼り方ですね。前はこのレンガ1枚1枚にこう裏にペタッと、1枚ずつ小分けでね、テープを貼ってたんですよ。でもそうすると1枚1枚をこうベリッと、こうベリッと強くね、こっち向きに離さなきゃいけないんですよ。そうするとね、壁紙の性質上こっちに引っ張るから、ベリッとそこで破れると。であれば今回はもうこういこうじゃないかと。よっと、よし。そうすればね、多分、あ、こう滑らかにこういう風に剥がしていけるから、このやり方ならね、壁紙が剥がれるリスクがちょっと低くなると思います。まあでも最悪さ、あの、退去時に張り替えになることを、まあ、覚悟してやるつもりです。おそらくね、この両面テープ自体はそんなに粘着力とか変に残らんタイプだと思うから、これでこうラインを引っ張っちゃって、で、こいつらを貼っていったらどうかなと思うわけですよ。おおお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。よし、じゃあこの調子でどんどん貼っていきましょう。
これね、結構楽しいんですよ。疲れるんですけど、引っ越した時は剥がすのはね、大変なんだけど、貼るのはまあ割と楽しい。はい、というわけで、レンガは貼り終わりました。2、3日かかりましたでかなりの枚数使ったので、正直あんまりおすすめはしないです。これ100枚で5800円くらいだったかな、するんですけれども、それをね、1000枚近く使いましてまあ昔からね、コツ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 買い足してきたものにさらにまあ買い足して使ったんで、やっとこの数になったんですけれども、かなりの量使ったんでね、まあ、なんとか貼り終わりました。で、次は、はい、この上です。よいしょ。はい、この上、この白い部分に壁紙を貼っていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、糊を作っていきます。本日買いましたのはこちら、スーパーフレスコイージーっていう粉末になっていて、これを水で溶かしていくタイプになります。これはまず水を用意して、ここに粉を少しずつ入れていくそうです。粉に水を入れてしまうとダマになってしまうので、必ず分量を測って水を用意して、はい、少しずつ溶かしていきます。おお、白くなってきた。うん、なるほどね。ちょっと多めに落とすと溶けづらいね。これ多分ホワイトソース作るのと一緒だな。いっぺんに液体の中に粉を入れてしまうとダマになる、溶け残るので、まあでも少しずつ壁に押し付けて潰していけば溶けるかな。よし、うん、いい感じですね結構細かいなこれ、舞うわ。うん、よし、ある程度いい感じに馴染みました。少しダマになってるのはちょっと時間放置して、馴染ませていこうと思います。あとはある程度強引にかき混ぜて、ただあんまり空気を入れすぎちゃうとね、ダマじゃなかった、泡になってしまうので、うん、なんか完全に料理してるみたいなこれちょっと懐かしいだこれ。よし、じゃあ次にこの壁紙を貼る位置の、長さを測っていきましょう。143で、まあこれプラス、上下5センチずつくらい長めに取っておいた方がいいそうなんで、はい、じゃじゃん、こちら壁紙ですよ。こいつを、切っていきます。一応ね、この用意した糊は海外輸入物の壁紙用らしいんですけど、ちょっと参考にした動画ではね、国産のやつ、これと同じようなやつを使っていたものもあったんで、とりあえずまあ最悪自己責任ということで、これを選びました。型はこの辺に出しておきます。まあいろんなね、色があって本当に選ぶの楽しかったですね。よいしょ、はい、こんな感じの青い壁紙です。よっと、おおおおおお、あんまり乗るのは良くないか。よし、まあだいたいこんなもんですかね。よし、OK、切れました。最初のところだけね、裏側に剥がせないラベルみたいなものがくっついてたんで、まあ、ここの分だけちょっと後でカットしようと思うんで、長めに取りました。じゃあこの調子で、切っていきましょう。よしなんか楽しいな。子供の頃ね、すごい図工とかめっちゃ好きだったんですよ。 DIY とかもね、いつややりたいなって思ったんですけど、いや楽しいねこれ。お、さっきよりだいぶいい感じにとろみがついてきました。海苔っぽくなった。はい、OK、 とりあえず3枚切り出しました。とりあえずここの一番大きな面にこの3枚を貼ってみたいと思います。よし、そしたら、海苔を塗ります。で、海苔がね、かなりべっちょりしてるんで、垂れる心配とかなさそうですね。壁に塗ります。
よ。なんだろう、かなりね、新感覚かも。どのくらい厚く塗ればいいのかちょっとよくわからないけど、面白い。それでもちょっと垂れますね。じゃあいらない布で下を防護しておきましょう。服もやっぱり作業着の方がいいですね。でもやっぱ透明だからね、いまいちちゃんと濡れてんのかどうかはやっぱ判断つきにくいですね。ちゃんとまんべんなく全体にかけてあげたらいいのかな。よし、まあこんなもんですかね。とりあえずまんべんなく、はい、濡れたと思います。あとは壁紙を貼りながら調整していきましょう。そうか、ちょっと多めに上に引っ張って、くっついちゃうね。よいしょ、こんなもんかな。よいしょ、おおおお、大丈夫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 。とりあえず横っちょ揃えたいですね。こんなもんですか。うん、良さそうだね。じゃあ今度はこいつを使って、お、いい感じかも。いけてるかも。お、いいんじゃないですか。あ、ちょっと待って。横っちょをやるとノリが出てくるので、ここは最後にした方がいいですね。ある程度全体を引っ張りながら馴染ませて、おお楽しい、これは楽しいかも。あ、いい感じじゃないですか。初めてにしてはなかなか綺麗に貼れているのではないだろうか。あ、折れちゃった。あ、折れちゃった。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 あ、折れちゃったね、これ。まあいいや。そういうこともあります。まあどうせこの辺棚つけるし、オッケーオッケー。この音がね、ゾワゾワするけど、まあしょうがない。なかなか難しいですね。難しいけど楽しいね。やっぱ細かいね、浮いちゃう部分とか細かい折れ目とかはどうしても発生してしまいますね。まあ上手い人はここもやるのかもしれないけど、割とまあある程度いい感じだと思われる。よし、じゃあこれでいらない部分をカッターで取り除きます。壁をね、あまり傷つけないように軽くでいい感じ。よし、まあいいでしょ。
なんかね、そっちの継ぎ目は微妙になっちゃったんだけど、こっちはね、割とうまくいった。まあ今ね、こんな感じでちょっと濡れてるんで線が見えるんですけれども、まあ、ちょっと面白いですね、本当に。ただ、他の YouTuber さんがあの壁紙とか貼ってる動画結構見たんですけど、やっぱね、皆さんなんかうまくいかなかったとか、ちょっとここが気になるんだよねとか言ってるんですけど、動画で見た感じ、画面で見た感じ、あんまり分かんないんですよ。意味が分かった。多分こういうことなんだ。肉眼で見るとちょっと気になるところは、まあ、結構あるんだけど、やっぱねカメラ通して見ると意外といい感じになるんですよ。できた。はい、現状こんな感じです、まあ、結構乾いてきて、もうそろそろ継ぎ目が分かんなくなるかな。で、あ、その下の方ですね。ここはね、綺麗に切れたんですけど、最初のとこだけあの切り方ミスって、やっぱり下の壁紙がね見えるような感じになってしまって、やっぱ何かしらこういったものを当てながらスッと切った方がちゃんと合わせて切りやすいですね。でもね、やっぱり楽しいっすよ。自分で家の壁を張ってるってい う, こうドキドキ感が、なかなか味わえるもんじゃないからね。じゃあ残るこっち側、はい、というわけでね、出来上がりました。なんとか張り切れました。ちょっと細かいところとかね、浮き上がってるところとか後で修正しようと思うんですけれども、まあ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 、背景として使うんじゃいい感じかなくらいにはなったかと思います。まあ壁の色が変わっただけで全然雰囲気変わったし、そう、色味調整とかもしなきゃいけないかなって感じなんですけど、うん、まあ、まあ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 いいんじゃないか。初めてやったにしちゃ、まあ上出来かどうかわかんないけど、まあ9大点かなと思います。まあでももちろんね、これで終わりじゃなくて、このあと棚自分で作ったりだとか、つけたりだとか、なんかいろいろ他にも考えてるんで、とりあえずまあ壁編が終了ということで、お疲れ様でございました。ちょっとカフェ部屋っぽく立ったかなと思います。ちょっと北欧チックじゃないけど、うん、まあ今後が楽しみですね。じゃあ引き続き頑張っていきます。というわけで、じゃあ一旦ここで壁編は終了として、今日もご視聴ありがとうございました。本日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。